真実を知ってるかい？真実はいつも一つ。どうも、佐藤優作です。第一は初めての逆転、初めての逆転を返します。よろしいですか？はい。ポチョンポチョンポチョン、今何色のパンツ履いてるの？捕まりたくねえ、こんなことで。いや、もう犯人分かったよ。いや、犯人や。え？最初から犯人分かって大丈夫なん？これ。このでっかいほくろが目印です。8月3日午前9時47分、地方裁判所、被告人第二控室。なるほどくん。あ、所長、エロー。エロー、この所長。こんなんが所長でいいんですか？逆に罪じゃないですか、これは。ドスケベ罪適用されませんか、これ。裁判官、異議あり。これはドスケベ罪だ。あそこで叫んでるのあなたの依頼人じゃない？そうですね。死ぬぞ。俺はもう死んでおるんだ。死にたがってるわよ。なるほど。やはり。有罪だ。俺を有罪にしてくれよ。死刑でも何でもかっくらってさっぱり死なせてくれ。どうしたんだよ、やはり。ダメだよ。やっぱり俺、ダメなんだ。誰が、一体誰が彼女を。教えてくれよ。なるほど。彼女を殺害した犯人か。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。僕の名前はなるほど龍一、高校生探偵だ。ある日、黒ずくめの組織に、小さい薬を飲まされて体が小さくなってしまった。しかし、チンギはボーボーだったと。え、これ、俺体ちっちゃくなってるのに、え、なんかチンギは元に戻らないんかーいってツッコミを入れたのもつかの間。俺は、毛利蘭の家に引き取られてしまった。8月3日午前10時、地方裁判所第二法廷。これより、やはり正の法廷を改定します。私、蔡万寛と申します。検察側、準備完了しております。で、弁護側も準備完了します。どうも、なるほどです。17歳で精通して、もう、立派な大人です。なるほど君。君は確か今日が初めての法廷だったかな。依頼人が有罪になるか無罪になるかは弁護士にかかっています。弁護士である君がそんなに緊張していては困りますね。てかお前さ、そんな言うなよな。フェアな立場であれよな。あ、検察側にも弁護側にも、お前がこの言葉言うことでさ、なんか見てる、傍聴してる人たちはさ、え、こいつ初めてなみたいなさ、そういう余計なバイアスかかってしまうやん。そうですね。裁判を進める前に本当に準備完了しているか確かめさせてもらいましょうか。乳首をギュー、乳首をギューってやって、痛いって言ってたらセーフ。簡単な質問をするから答えてください。まずこの事件の被告人の名前を言ってみなさい。被告人は、やはりまさし。やっぱり、事件の陰に、やっぱりやはり。被告人、あ、それはまあ、やはりくんのことですよね。その通り。じゃあ、次の質問です。べーべん。今日の裁判は殺人事件ですが、被害者の名前を教えてください。ふぅ、それならわかるぞ。ちょっと忘れちまったぞ。名前なんだっけ？なるほどくん。あなたって人は、被害者の名前も知らないの？
嘘、そんなわけないじゃないですか、ちーひろちゃん。いや、今日はちーちゃんと呼ばしてもらおうかな。事件のことは法廷記録を見ればわかります。タブで、タブで、タブで、ちーちゃんがタブでって言う、裁判中に。さあ答えてもらいましょう。この事件の被害者の名前は何でしょうか。タブを見ます。高日美香。オッケー、高日美香。被害者の名前は高日美香さんです。うむ、よろしい。では彼女はどうやって殺害されたか。被害者の死因は、これはあれやな、鈍器で殴られましたよね。うむ、その通り。じゃあ質問はこれくらいにして、そろそろ審理を始めましょう。君もだいぶ落ち着いてきたようですからね。はい。さて、ちょっといいですか、青内健治。何でしょうか、裁判長。今、なるほど君が言った通り、被害者はドンキで殴られています。ドンキホーテのことじゃありません。ドンキーコングのことでもありません。もしかしてだけど、ファンキーコング、いやいや、ディーディーコングでもありません。ドンキでございます。凶器はこの、ガンガエロイドの置物です。死体のそばに、転がっておりました。ふむ、証拠品として受理しましょう。なるほどくん、裁判が進むとこんな風に証拠品が提出されていくの。証拠品のデータはこれからあなたの武器になるから。タブで、タブで、またタブって言うた、お前このメタ発言が。じゃ、仕方ない、思い出させてあげましょう。死体の発見者です。彼は、死体を発見する直前に、殺人現場から逃げていく被告人、ヤハリ君を、目撃しているのです。静粛に、静粛に、さっさと静粛に芝くぞ。あ、山野保長さん、尿手です。カモン!トゥ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 。さあ行くよ。勧誘しておりましたら、とある部屋から男が出てきたんです。男は慌てていて、ドアを半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんでございます。すると、なんと女の人が死んでいるじゃございませんか。私腰が抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。私、すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも、彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、それで近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えております。お昼過ぎの2時でした。逃げた男は間違いなく、そこの被告人の方でございます。ところで、現場にあった電話はなぜ通じなかったのかな?はい。事件があった時間、マンションは停電中だったんです。しかし、停電中でも確か電話は使えるはずでは?はい。その通りです。しかし、基準によっては抗議の使用はできないのです。現場電話だね、で、裁判長。念のため、停電の記録を、で、じゃ、このさ、アウチの声出してたらさ、喉死んでまうわ、これ。では、弁護人。あ、はい。尋問をお願いします。尋問?ですか?さ、なるほどくん。いよいよ本番よ。鍵を握っているのは証拠品よ。あの証人の証言と証拠品のデータとの間には何か決定的な食い違い、すなわち矛盾があるはず。まず法廷記録と証言で矛盾している部分を探すの。そして矛盾している証拠品を見つけたら、それをあの証人に突きつけて、
すきつけてやりなさい。は、はあ、タブでお前またタブ言ったな。3回目お前3度目の正直、2度あることは3度あるやな。さあここは勧誘しておりましたら、とある部屋から男が出、ここは合ってるよな。ここは合ってる多分、だって行ったって言ってたし。男は慌てていてドアを半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思う私も。まあまあまあ、そういうとなんと思うとは、死んでいるじゃあございませんか。うん、腰が抜けてしまいまして怖くて部屋に入れませんでした。すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも彼女の平和の電話は通じませんでしたので、近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えてます。お昼過ぎの2時でした。ちょっとさ、あれ見てみるか、証拠を見てみよう。弁護士バッジ、まあこれは使わなさそうやな。高橋美香の解剖記録、死亡時刻は7月31日午後4時以降5時まで。ああだから4時から4時以降に亡くなってた。なるほど、考える人。事件の前日7月30日にニューヨークから帰国している。事件当日の午後1時から6時過ぎまでマンションは停電。え、って考えたらさ、ちょっと待って、戻るで一回。この文章おかしくない？だって、時間は、ちょっと待って、この前の見てみよう。だってさ、この山野ってやつはさ、家入ってんろ。で、家入って、この高日美香を見つけて、死んでるって思ったやろ。で、警察を呼ぼうとした時間が、お昼過ぎの2時やった。でも、これ見て、高日美香の死んだ時刻は、死亡時刻は午後4時以降やで。ここ矛盾してるくない？だってさ、2時やったらまだ生きてるやん高日美香。これおかしいよね。突きつけるよ、意義あり。死体を見つけたのが2時、間違いありませんか？ええ、2時でしたね、確かに。しかし、それはおかしいんですよ。この解剖記録のデータと明らかに矛盾しています。被害者が死んだのは午後4時より後なんです。2時に死体を見つけられるはずは絶対にありません。どうして2時間もズレがあるんでしょうか？それはそれは些細なことです。単なる記憶違いでして、私にはそうは思えません。自分はそうは思いません。山野さん、どうして死体を見つけた時間を2時だと？そのどうしてでしょうね。そうそう、思い出しました。ではもう一度証言してもらいましょうかな。時間、死体を見つけた時時間が聞こえてきたんでございます。あの音、時報みたいな感じで、多分テレビだったと思います。え、おかしくない？だって、もうおかしくない？家に入ってさ、これが2時ぐらいやとするやん、テレビついてたって言ってるやん、停電してるやん、テレビつくはずがないもん。だってここよな多分。あ、でも時報にしては2時間もずれていたんですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたのではないでしょうか。その音を聞いたから2時だと思い込んでしまったんでしょうね。どうもご迷惑をおかけいたしやした。意義しかないわ、お前の。ふむ、なるほど。ビデオで時報の音を聞いた。では弁護人、尋問をお願いします。これ一発でいくよ。
なるほどくん。もうやり方はバッチリよね。任せてください。ちーちゃん。もうこれ一発でいくよ。だってさ、停電やんこれ。おかしいやん。停電してるのにさ、テレビがつくはずないやん。ほら、テレビだったと思います。でもここよな。このビデオかテレビのところやろ。ちょっとビデオで行ってみようか。あ、テレビか。ここよな。テレビだったと思います。いや、テレビ見れるはずなんやん。だってほら、午後1時から6時過ぎまで現場のマンションは停電しててんで、テレビ見れるはずないよね。裁判長、異議ありです。ちょっと待ってください。そもそもマンションは停電だったはずですよね。この記録がそれを証明しています。テレビにしろ、ビデオにしろ、使えるわけがないじゃないですか。嘘。それは、確かに、その通り。山野さん、どういうことですかな？いや、私もそのどういうことなのか。あ、そうだ、思い出しました。山野さん、証言は最初から正確にお願いしますよ。だんだんあなたという人物が怪しく見えてきます。なんか、妙にくねくねしているしね。申し訳ございません。でも何分死体を見たショックで。もういい、わかりました。ではさらに証言をお願いしましょう。絶対暴く。こいつがもうこいつ犯人やねんけど、こいつの嘘を暴く。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。現場には置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴るときに使った凶器ですよ、凶器。おそらくあれで時間が分かったんだと思います。時計を見た。まあ、それなら理解できるわな。では、弁護人尋問を。わかりました。時計か？あれ。考える人のやつ。いや、置き時計ないよ。だってさ。これやろ。これ時計ちゃうやん。考える人の形をかたどった置物やん。置き時計はないよ。ちょっと待ってください。凶器はこの通り置物なんですよ。これのどこが時計なんですか？説明してみー。あー？うわ。あんた。何なんだ、さっきから偉そうに。山野さん、質問に答えてください。私は見たんだ。そいつは置き時計なんだよ。裁判長、ちょっとよろしいですか？どうしましたか、青内健治。この置物の話はだ置き時計なんですわ。首がスイッチになってまして、時間をアナウンスするタイプですわ。時計には見えないので、大きいものとして提出したんだ。なるほどね。凶器は実は置き時計だった。と。どうかな？なるほど、くん。山野さんの証言は間違っていない。これは確かに時計なんだから。証人、どうなんですか？あなたが殴ったんですか？私は、その、決して、私が聞いた、いや、見たのは、ぐん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 。うわぁ。わぁ。うるせえんだよ、細かいことを、ぐち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 とよ。あいつだ、俺は見たんだよ。死刑だ。あの男に死刑を。はい、静粛に、静粛に。
さっさと静粛にしばくぞ。静粛に、静粛に、さっさと静粛に、じゃなかったら私が裁判官でお前たちを裁くぞ。裁判長、お待ちください。ただ今の弁護人の主張には証拠のかけらもありません。なるほど、くん。はい。そうですね。天野さんが聞いたのは、この置き時計の音だったんです。それを証明することは簡単だと思います。それは、一回鳴らしてみよう。この場で置き時計を鳴らしてみればいいんですよ。おそらく9時25分だと思う。なんか変なアナウンスをする時計ですね。青地検事、今本当は何時ですか？11時25分。ああ。2時間遅れてるんですよ、この置き時計は。殺人現場で山野さんが聞いた時刻と同じくね。さ、どうですか、山野さん。言い逃れできますか、山野さん。あんた一つ見逃してるよ。はい、もうこの言葉出た時点でお前の負けです。見逃してるっていうことは、一つ見逃しているっていうことは、この一つ以外全部見逃してないってことやん。はい、お前はもう罪を認めてます。その時計が事件当日にも遅れていたかどうか、その証拠がない限り証明したことにはならねえぜ。なるほど、くん。どうやらあなたはそれを証明するのは無理なようですね。まだこれならな。はい。となると山野さんの言う通り、彼を告発することはできません。残念ですがね。ではこれにて山野星義氏に対する尋問を終了します。へえ、人がわざわざ証言しに来てやったって言ってんのにさ、犯人呼ばわりかよ。まったく弁護士ってのはひどい連中だぜ。待ちなさい、山の星よ。テレレ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 、バトルボーナス突入。どうですか、なるほど君。事件があった日には時計はすでに遅れていた。それを証明することができるというのですか？もちろん。ある証拠品で、それを証明できるかな？はぁ、できるもんならやってみな。では、時計が遅れていた理由を示す証拠品を提示してもらいましょう。まあ、これ、違うし、怪しいのはパスポートよな。だってさ、ニューヨークから帰国しているやろ。ニューヨークだから時差の分だけずれてるって考えたら、多分これは正解やねん。多分これ、多分時差が関係してる。被害者は事件の前日帰国したばかりでした。ニューヨークと日本では14時間の時差があります。日本で午後4時の時、向こうは前日の午後が午前2時。時計で見ればその差はちょうど2時間になります。被害者は帰国後、時計の時差をまだ戻してなかったのです。だからあなたが聞いた時間は2時間ずれていたんだ。どうですか、山野さん。静粛に、静粛に、さっさと静粛に、なるほど君の KO 勝ち。さて、ここへ来て状況は一変したと言っていいでしょう。なるほど君の右カウンター炸裂、山野君 KO 勝ち、山野君 KO。 青地検事、山野星雄は、先ほど緊急逮捕いたしました。よろしい、なるほど君。はい。
正直なところ驚きました。こんなに早く依頼人を救い出した上、真犯人まで探し出すとは。ありがとうございます。とにかく今となっては形式に過ぎませんが、被告人やはり正氏に判決を言い渡します。無期懲役。あ、違う、無罪か。なんで紙吹雪舞ってんの。ここはアメリカンズゴットタレントですか。アメリカンズゴットタレント、明るい安村、とにかく明るい安村が出てたやつ、トニーとして審査員全員丸つけたから紙吹雪出たんかな。ここで山野という男は空き巣の常習犯だったらしい。新聞の勧誘をしながら留守の家を狙っていたというあの日、やはりか部屋を訪ねた時、被害者は留守だった。彼が立ち去った後、山野は仕事をするため部屋に侵入。そして部屋を物色中、被害者が帰ってきた。逆上した山野はそばにあった置物を手に取って、8月3日午後2時32分、地方裁判所、被告人第2位被害室、123。ちんちゃん、エロー。お前捕まらんかったんか、これでさ、こんな格好で。裁判官、忘れてます。エロすぎ罪です。なるほどくん、いいんだ、これは。なるほどくん、やったわね。おめでとう。ありがとうございます。本当、署長のおかげです。そんなことないわ。とにかく私、久しぶりにスカッとしたわ。死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺、そろそろ死ぬからさ。いや。お前は無罪になって事件は終わったんだよ、やはり。でもよ、ミカは帰ってこないんだよ。おめでとうございます、やっぱりさん。やっぱりどうかしましたか、やっぱりさん。いや、あの、なんつうか、その本当ありがとうっす。俺一生忘れねえから。まあ。あ、そうだ。これ、プレゼント、受け取ってください。あら、私に。でもそれ、証拠品じゃ。実はこれ、俺があいつのために作ってやった時計なんすよ。あいつのと俺のとで2個作ったんす。ま、あなたが作ったの？これ。そうね、じゃあ記念にいただくわ。でもよ、なるほど、俺こんなにあいつのこと思っていたのに、あの女にとって俺ただのおもちゃだったんだよな。すげえ悲しいよ。やはり私そうは思わないけど。え、彼女は彼女なりにあなたのことを思っていたはずですよ。慰めなんて。あら、それはどうかしらね。なるほどくん、わからず屋の彼に彼女の気持ちがわかる証拠を見せてあげて。あ、はい。ああ、そうですね。弁護士バッチかな。弁護士バッチじゃう、じゃないよね、これです。くらえとか言うな、お前。所長がさ、見せてあげてって言って、お前この親友に対して喰らえって言ってさ、見せつけんなよ。これお前の手製のオリジナル時計なんだよな。彼女、こいつと一緒に旅行行ってたんだぜ。はん？たまたま時計がなかったんだろ？それだけでわざわざこんな重いもの持ってっか？ま、何を考えるかはお前次第だけど。なるほど。今回のこと、お前に頼んでよかったよ。ほんと。ありがとうだ、やはり。なるほどくん。証拠品ってこういうものよ。見る角度によってその意味合いはどうにでも変わってしまうわ。人間だってそう。被告人が有罪か無罪か、私たちには知りようがない。
弁護士にできるのは彼らを信じることだけ。そして彼らを信じるということは自分を信じるということなの。なるほどくん、強くなりなさい。もっともっと。自分が信じたいものは最後まで諦めてはダメ。じゃあ私たちも帰りましょうか。そうですね。今夜私パーッとご馳走しちゃおうかな。やっぱりさんの無罪をお祝いしましょう。はい。あ、そうだ、やっぱりさんといえば、あなた彼のおかげで弁護士になったって言ってたわよね。え、はあはあ、ある意味ですけど。今度聞かせてね、その話。ものすごく興味があるの。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。やはりのやつ、友達はいいな。お連呼しつつも、あの考える人の時計以外に依頼料を払う気はないようだ。そしてあの時計は再びとんでもない事件を引き起こすことになり。嘘だろ？やはりのことを話すという僕の約束は永久に果たされることはなかった。第1話終了。続いて第2話、ちーちゃん奪還編スタート。